ゆなさんです、ここ。本日のショールーム配信ですが、はい、実は私たち5期生がデビュー10周年という特別な日になってます。よろ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 。うるさい。それで私たちね、ちょっとやっぱ蛍光量が濃いから、あー、通るぞ。そこで私たちの10周年という記念の日を皆さんと過ごしたいなと思い、はい、このように2人きりでの配信をさせていただくことになりました。はい、させていただくことになりましたよ、はい、もういいかな、これみんな見ましたか、これすごくない、あのさっきもね、話したけどなんか作ってくれてね、これ良くない、これ、はい、次のさ、タオルとかもこれにするか、使うこと。皆さん、次のデザインがもう決まりました。この中の文字でマフラータオルとか作ります、これにしますので、よろしくお願いします。来年のグッズも考えなくていい、周年のグッズ。そう、あ、違う違う、これをもうちょっとね、素敵なのを考えてくださったから、そう、あとは配置とかね、もしかしたら微調整させていただくかもしれない。そうね、そう、そんぐらいの手は加えて来年発売します。ちょっと手加えれば皆さんお楽しみに、ね、喜んでくれるんじゃないかな。ね、うん、そうなんだ、そうなんだ、ほらもう10年ですよ、みんなおめでとう言って言ってんのよ。ゆなちゃん、ゆなちゃんここにね、ずっとおめでとうって言ってくれてるよ、うん、見てあげて、うん、10周年おめでとうって言ってくれてるよ、ありがとうございます、本当に10周年なんですよ。ね、10周年なんだね、すごくない？すごい。まあ2人になりまして、ね、おめでとう、本当におめでとう。おめでとう、すごいよ、本当に頑張りましたね。いや、頑張りましたね。これちょっと待って、今のフリートークコーナー、あ、フリートークコーナー、あ、フリートーク、まあ、10周年というか。下手だな、あれ、うちら下手だな、10年、いやでも10年やってきたんだ、もう名刺会社じゃん、ゆうな、やめてよ、そう？そうですよ、そう。ゆうなの返事みたいな感じで言っちゃった。名刺会社なわけじゃない、こうだってここまで司会をする係、係っていうか、うん、こう、なんていうの、あれの司会するね、うん、人材になったわけじゃないですか、うん、だからこういうところも仕切ってほしい。でもやりたいんですよ、やりたい気持ちはあるんですよ、すごい。いや、あるよ、だってかっこいいもん。かっこいいし、うん、なんか大事 な、SK の記念の日とか、うん、例えばだからさ、ゆうなとかさ、若い子、本当に若い子入りたての時自己紹介とかしたよね、なんか新しい子たちが入ってくる時にさ、ああ、してたしてた、ああいうのとかさ、やっぱなんか SK の先輩がいるイメージすごいじゃん、うん、なんか SK としてなんかすごいしっかりした、うん、なんかなんていうの、あ、この人についていけばいいんだみたいな、若い子とか憧れるみたいなさ、オーラ出るじゃん。そういう立場に言うと自然と、ね、そうっていうのちょっと、うん、なんかスタッフさんの信頼感がすごそうだから、うん、いいなって憧れるから。え、今からでも遅くない、ほんと、うん、やっちゃう、じゃあこれ仕切ってみていい、練習、あ、いいよいいよ、練習しようかな、練習して、ということで、あ、じゃあ今から、はい、まあまあ10周年っていうことでさ、はい、こんな企画を用意しました。台本ではない企画が、はい、仕切りなんで、あ、お願いします、はい、何でも、はい、今日も従います。題して、はい、今日の、はい、トークテーマをショールームから募集しよう。斬新ね。最初のトークテーマがトークテーマを募集するという、はい、そう、なるほど、これは皆さんと協力し合う、はい、ね、あの協力することで番組が成り立つっていう番組、はい、うんうんうん、そういう感じの、うん、分かりました、はい、じゃあ募集しますか、早速お願いします、いきますか、これゆなさん、え、いきますか、いけるかな、みんな、なんかどんなことが聞きたいの、あー、聞きたいこととかあるのか、むしろ、質問してください、ね、じゃあなんか言うな、気になるか、え、なおちゃん携帯ケース変えたくって、え、怖っ、変えた、確かに変わってる、変えた、ちょ、プライバシーだからでもこれ、かわいい、かわいい、かわいい、作ったの、うん、かわいい、家族、え、かわいい、家族なんか、でもこの写真めっちゃ気に入ってるよね、フラタケオキニの写真、フラタケオキニの写真です。この携帯ケース作るときに、うん、あの家族がこれ、この写真どうみたいな、うん、A パ
の写真くれたんだけど、いや絶対これって言って私が差し出したらこれに選ばれました。投票結果。かわいい。でもだってさ、紹介される時絶対この写真ない。絶対この。しかも今こんなちっちゃくないのに。かわいい。そんなって見て、うちの犬可愛くない？可愛い。犬って言っちゃった。すいません。ということで、はい、あります？なんか。やっぱみんなこうちなんでるやつが聞きたいですよね。何ちなんでるって。10周年にちなんだ。あ、そうなの？思い出はとか。はいはいはい。やっぱり言うなら、ちょっとダメだって知ったら。なんかみんな、なんか10周年にちなんだことを聞きたいって言ってる。今言ったの私。あれ？え？今全く同じことを繰り返す。嘘。なんか、いいですよ、今日の、うん、仕切りだかな、ちょっと。うん、任せて。で、え？そこからどうやって仕切ればいい？だから、見つけるからだ。見つければいい。話したいこと。あ、なんだろう。うん、ゆうなさんは何かありますか、うん、こう結局いいんですか、私が聞いて。はい、あ、そうなんだ、うん、いいよ。なんか気になるのあります？こう、パッと見てみて。あ、でもなんか10年前の第一印象とかさ、うん、そういうのは雑誌見てもらえばわかるよね。あの、ブブカさんで、ブブカさんでインタビューが掲載されてますね、はい、結構10周年系は、いや、そうなんだよね、そこで語ったよね、うん、しかもなんかあんま覚えてなくて。あ、私ユーナだってさ、まだ記憶がしっかりしない年齢だけど、そうそうあの、そうなんだ、小学校だったもんね、小学生だったから。雑誌でね、うん、やっぱり喋りましたね。そう、そちらをぜひ。まああと10周年だったらなんかさ、うん、そういうこと語りそうな時いっぱいあるからね。確かに。うん、で今このゆるさならではの、うん、なんでもとか言ってみんな送ってくれてるけど、結構、え、なんかやっぱさ、うん、なんだろう、公式でやってるからかさ、すごい公式感あるコメントなんだよね。ああ、え、普段のショールームだったらなんか質問どうぞって言ったら何来る？いや、なんか最近どうみたいな。え、ざっくりしすぎない？なんかラフな感じじゃん、いつもは。あ、みんな緊張してんじゃない？見て、言うな、タワーが立ったよ。え、ありがとうございます。できれば個人のショールームの時に立ててくダメですか？いや、でも二人にお祝いの気持ちが。確かに、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。面白い。なんだろうな。ゆうなさんはルカリオ好き？あ、好き。ルカリオあんま、あの、私ポケモンやってたよ、BS で。ほんと？でもルカリオに出会ったことない。え、じゃあルカリオが出ない時のあれ。え、ルカリオは普通にさ、野生で出てくるの？草むらとかにいる？最近は草むらに出るようになったけど、前は全然出なかった。石つぶてとかじゃない石つぶてよく出てくる。石つぶてポッポとかでしょ。石つぶて出てくる。私、あの、草むら嫌すぎて自転車で移動してた。ああ、ある、あるあるだね。でも最初の段階自転車なくない？な、うん、嫌なんだよ、うん、逃げる、逃げるね、逃げる。でも今はね、分かりやすいから出てくるの。そうなんだ。どうしよう、私さ、ルカリオのさ、等身大、うん、あ、見て、ついた、120センチあんの。え、ルカリオって120センチってこと？うん、え、買おうか悩んだ。だから、買ったら私、同棲生活が始まるの。ルカリオと、はい、あの、彼氏になる。ルカリオ、私が目の前にさ、ルカリオ置いてさ、ルカリオご飯おいしいとか言ってやばいよ、同棲生活始まっちゃう。多分 SKE の仕事に身入んない。だって家に彼氏待ってるんで。ルカリオっていう、どう？それはなんか、どうなんですか、うん、でもみんなはナオちゃんの予想顔が見たいからぜひ買ってって感じ。受注生産？そうなの。しかも、多分送料とか含めたら5万なの。ええー。だから5万を買って、でもルカリオを5万で買えると思ったらいいですかね。あ、ルカリオって考えたら言うのは分かりにくいと思うから、キナちゃんを5万って思ったら、うん、そんなお家あんな尻尾パタパタ振って待っててくれるのすごいねって。でしょ。え、12月16日までだよ、マジで。そう、やばい。しかも腕とかも曲がるからさ、すごいね。こうやって、こうやってルカリオがいたらここにカバンとかかけれちゃう
か視線感じそうじゃない？え、でも、うん、確かに視線感じるね。その視線が心地よくなってくるんじゃないかな。こんな感じ。ああ、もう玄関に段ボールパンパンですね。120センチだ、もう小学校。いや、ほんと子供低学年ぐらいの。ちょ、ルカリオでちょっとハレンチな画像出すのやめてもらっていいですか？ちょっとうちのルカリオちゃんで可愛いけどね、それも、うん、これくらいでいい？等身大ちゃん、あの人間のルカリオはいらんだよ。コスプレルカリオはいらんだよ。あ、これ可愛い。あ、それね、可愛いラプラスの絶対。え、これも等身大なんだ。もうこんなん置いたらもう家、大きい家なくなるよ、うん、これも可愛いじゃん。宿もめっちゃでかいよ。ルカリオが多分ね、ちっちゃい方なんだろう。いや、私の一番好きな建物、何かって。あ、待って、答える。イブ。何系？え、何タイプってこと？あ、タイプでもいいよ。草。草？うん。草？うん。あ、不思議だね。違う。ユーナが知ってる草でしょ、うん、何？草、草なんだろう。あ、ナエトル。そう、ナエトル。ナエトル？うん。なんでナエトル？絶対ナエトルにしてた、最初のポケモン。ナエトル可愛いよね。ナエトルさ、あれじゃない？進化した時すごいよね。そう、仮面になる。え、進化させるタイプ、させないタイプ？え、させたくないけど、なんかでかくしてた。可愛いナエトル。いや、これごめん。なんていう名前だっけこれ。あ、ドダイトスだ、ドダイトス。もう木生えてんの。すごいね、この子だったんだ、最初。うん、ナエトルにしてた。最初草タイプさ、選ぶ人珍しいよね。うん、なんかさ、草むらから始まるから、なんていうの、最初草タイプ弱いじゃん。え、全然そんなこと考えてなかった。ビジュアルで選んでた。大事。すごく大事。ポケモン GO とかもずっとナイトル連れて歩いてた。めっちゃ好きじゃん、うん、今回ナイトルいんのかな、わかんない。買ったの？新しいやつ。まあ買ってない。買ったらもう、だってもうずっとやってるもんね。買いたくなっちゃうもん。急に見る。急にみんなのこと忘れてるわけじゃないよっていうね。そう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 、みんなのことを知ってるよっていう。知っちゃいました、そっちのけ。いや、これはまあ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 、10年経つとこうなるという見本。こうなるのかな。10年行った人って今までさ、だからうちらより上の木の2期、うん、1期。結構さ、なんかさ、10年でさ、うん、こういうのもいいけど、なんか3年に1回ぐらいやっときたかったよね。なんかわかる。3年に1回か、そうだね。結構だって確かに、なんか今までっていうか、あんまりさ、うん、こう区切りのいい年に来ないとさ、やんないよね。そう、なんかまあ5年とかだったらさ、5年もなかったじゃん。でも5年の時とか覚えてないもん。5年、何してたかな。何年前、5年前か。あれあれあれ、え、その時同じチーム違うか。いや、でも5年とかだったら同じだったんじゃん。もう K2、 うん、 K2 長いね。2015年だよ、だから2015年。やばくない？今2016年。あ、あれあれあれ、おかしいな、おかしいわ。これちょっと結んでいただいていい？これ結び、あ、これ結びね。ちょっとこれ見たらさ、見て。出てるな。見てるでしょ。同じチームだったって。2010年から同じチームらしい。あれ、長いね。 K2 ってさ、そんな長いんだ。 K2 になって長い。だってさ、あれだもんね、あれがなかったもん。組閣、組閣もうないね、全然。なんかさ、組閣ブームあったよね。流行ってたね。流行ってたよね。流行ってたよね、組閣。流行ってた。ありがとう。その時組閣流行ってたよね。流行ってたね。今はもう流行り終わったね。あ、何？せっかくのお祝いの日なので。急に台本に戻るね。いいよ。え、いいですか？いいですよ。まあ、ケーキをね、はい、用意したんですよ。このケーキ、ゆうなさんの提案ということで、
ありがとうございます。ユナがマネージャーさんに、この配信がある日にケーキ食べたいんですけどって言って、ケーキ食べたいんですけどいいですか。そしたらマネージャーさんからなんか、エゴさんがケーキ食べたいって言ってるんですけどナオさん何味のケーキがいいですかって急に言われて、え、ケーキみたいな。そう、ケーキだ、なんかやっぱお祝いって感じで、うん、なるね。ケーキぐらい全然用意しますんでって言ってくれたんで、もう好きなケーキ選び、嬉しいね。本当はね、でっかくドンって言ったから、あ、ホールね。今はね、やっぱね、こう、つついて食べるとあれなんで、ゆうなはチョコでしょ。そう、なおちゃん、なんだろう。私はですね、ショートケーキ以外。お、なんで知ってんの。え、言ってたよ、ショートケーキあんまりない。え、よく覚えてるね。あ、なんかさ、え、あ、あ、なに、こんだけ大きい箱だから大きいと思ったらさえ、これは結構結構だね。ええ、あんまりだからこれ1個で買う人いないんだ。え、でもなんかこの箱の大きさからしたらもうちょっとあるかなって。いやいやいや、いや、もうあのありがたいよ、用意してくれたらすごい。なんか箱の割によ、もうこれの4分の1ぐらい、もう上げて落とすタイプ。え、ユーナはちなみに大きいの、どんな、ここ、ここを引っかかってるか。え、え、嘘でしょ、どういうこと。あ、ん、あー、ぽいぽい。まあ、チョコケーキってそうなるよね、うん、もう一回見ていい、もう一回、もう一回見る、もう一回見る、もう一回見る。そうだ、見間違いかもしれないから。そうだよ、もう一回見る。私も一回蓋閉じるわ。そうそうそう、開けたらちゃんとした、うん、私たちが知ってるケーキかもしれない。そうそうそう、行くよ、行くよ、見てね、うん、なんだって会社人と隅の方にこれどうやったら伝わる、これ最初見つけられなかったもん、私これ。え、もう保冷剤が主役だよ、これも。あ、保冷剤食べろって、面白い。いや、1,2,3,4 保冷剤4個入ってるもん、この大きさに対して。みんな見せるか、うん、見せてあげたらみんなに、あの、皆さん笑った。ケーキを探せ、ケーキを、ケーキを探せです。これは見えますかね。見えてるのかな。え、どうだろうあー、もうケーキどこかな、見つからないね、ケーキどこかな、ケーキどこかな。みんなケーキないって言ってる面白すぎるまあまあありがたい、これね。でもあれだったよ、どこだっけ、分かんなかった。でも抹茶カフェって言ってるね。いや、抹茶ケーキがないよやっぱり。あ、でもなんか最初、うん、そのフルーツケーキ、ショートケーキ、タルトのフルーツ、うん、とかはなしでできたらチーズケーキ、あ、チーズケーキじゃない、抹茶ケーキで、抹茶ケーキってさ、そんな売ってないじゃん、うん、なかったらチーズケーキで、うん、それもなかったらもうシュークリームでお願いします、うん、したらさ、多分これ通販してくれたのに、多分。そうなんだ、多分通販っぽくない、これが。なんか、うん、違うのかな、だってないよ、なんかわざわざさ。でもチーズケーキじゃないこれ。うん、抹茶のチーズケーキだね、ちっちゃい。いいですね、チョコケーキでって言った。うん、多分マネージャーさんもありがてえって思ったと思う見つけやすくて、うん、ということで、はい、皆さん、うん、食べさせていただきます。あ、こちら、あ、ペーパーティッシュでございます。ください。食べる前に写真撮ってください。私たちもっと写真撮らないもんね。なんかさ、多分一緒にいればいるほど一緒にいる人と撮らなくない。いや、本当に撮らない写真。仲いい人ほどさ、撮らんくない。撮らない。多分みんなもそんな、あ、みんなはちょっと写真撮るあれかわかんないけどわかんないよ。
お皿がね、お皿があれだから。確かにお皿がないから。そうなんだよね。ティッシュさ、一回さ、フォークを。よいしょ、出るかな。確かに、こうやって持ったらいいの。確かに、言うなと。あ、言うなと思った。いくよ。どう考えても。ちょっと待って、なんか合ってんのかな、この撮り方。お、もう箱と写真撮ってるんだよ、だってこれを。こう、あ、いけた、いけた。Okay. よし。よし。あ、みんなやっとケーキ落ちちゃった。でも本当に。いやでも重量感があるのでね。なるほど。そうそうそう。ぎっしり中に。そうそう、ぎっしりぎっしりよ。ということで手を合わせてください。ありがとうございました。いただきます。いただきます。どうしよう、これ付属のスプーンで食べようか。ちゃんとついてるね。うん、優しいね。ケーキを食べる際は発言をせず、発言をする際は必ずマウスシールドしてください。正解。正解。そうなんですか。一応ね、私たちもしっかりとですね、体温も測り、消毒をし、美味しい。そうなんですよ、めっちゃ美味しい抹茶だ。うん。めっちゃ美味しい。美味しい。美味しそうな優奈。優奈が美味しそうってこと？で正解。え、どういうこと？美味しそうって。美味しそうなゆうなさんって来たから。ゆうな、私が合ってる？違う？分かんない。美味しそうに見えてるのか。うん。あれまだ何アンケートのやつやってんの。え、もうやったの。アンセル博士。え、でもそれの人じゃなかった。あ、そうなの。うん、うん、あ、え、終わった。あ、もう食べようかな。早すぎ。やってよ、この前見てきた。何やった。でもね、なんだっけ、何のあれだったかな、忘れちゃった。あれさ、うん、絶対平均の時さ、ボロボロボロめっちゃ怖いじゃん。うん、平均のさ、うん、アンケートくるじゃん。うん、あの時絶対さ、私ユナに確認するよね。どっちどっちやった ？A か B どっちやった ？B ユナ何にした？だってなおちゃんは、私がなおちゃんの、うん、こうなんか意見に、うん、なんか全部罰あげたじゃん。うんうん。その時からすごいなんか。めっちゃ気にしてる。ちょっと気にしてるよね。おかしいね。平均の1回目、第1回目だっけ。なんか生配信。あれ生配信だっけ。生配信。うん？いや違う、収録。収録、収録。の時に、うん。になんか、なんだっけ、理想のデートだっけ。うん。みたいなやつで。なこれはありかなしかみたいな。あ、そうだそうだ。で、私が、てか、だっておかしかったもん。いや、おかしくないよ全然。な何かをしてたっけさ、丸く×が多いのね。何なんか、お家で、なんかまったりしながら、なんか耳を触り合うみたいな。え、じゃ耳を触り合うなんて言ったっけ。流れだよ。耳触り合うなんて言ったっけ。嘘、そのこと言ってた。耳触り合うって。耳を触るみたいに言ってた。耳を触る、うん。言ったっけ。なんかの多分話の流れでそうなって、うん、
自分がこういう理想のデートがいいみたいなやつとかで言ったら全部ボツだったよね。でこういう告白のされ方がいいとかもさ、うん、全部ボツだよね。そうでもちゃんとなんちゃんは私のやつに丸あげてくれてたのを見てたけど、そうだよ全部全部バツ。帰りの帰りの車の中でなおちゃんがなんかそういえば言うのさ、私のやつ全部バツにしたよねとか言ってそれ16中それしか見えないんだよ。えまたバツあげてんだけどねえ、いやだってさ耳触り合うんでしょとか言ってでもその後力説したよね。違うそれはいきなり触り合うんじゃなくてそういうことじゃない、そういうことじゃないでそしたら言うのがあそれそう褒めてくれて、あそれならね、あの多分丸あげてたわね、分からんでもないよみたいな、それはいいねみたいな感じで言ってくれて、まあちょっと満足した。収録であげてよそうで、それがあってからそのなんかアンケート、アンケートこれのなんかこれはなんか A か B かみたいなやつの時に絶対理由どっちでしたどういう意見え、ちょっと意見食い違うとなんか説明しちゃう納得するまで話しよう。しかもそれか、うん、まあ確かああそれ考えつかなかったわ、いいねって意見ももう恋愛アンケートっていうかもう優奈にハマるかどうかしか考えてないやなアンケート。だから私の意見じゃないのがほぼ含まれてる、うん、でもさ後からさ名前出るじゃん、うん、こっちは病んだのやんこの人ですね。でもその日までにさ結構さアンケート出した時にはさそういう考えだったけど何日後かにうわやっぱ違ったなみたいな時あるよね、うん、あるだからねあれ結構信憑性本当にないからなんかこう言っちゃってるのわかるよ、うん、まあないじゃん、うん、気分で変わるし、うん、だからあんま信じない方がいいよね、うん、アンケートに関してはみんな楽しんで見てくれてるのかな、どういう感じなの、なるなる、でも恋愛の好みとかさ、うん、いや自分はどうされたいとかなんてさ、うん、多分今までそういう番組っていうかなかったじゃん、うん、ショールームで話すことがたまに言ったのかもしれないけどさ、うん、まあないじゃん、聞かれることないもん、そう、うん、ファンの人からも聞かれないからさ、だから、ただ新鮮なんじゃない分かんないけど、なおちゃんどっちかなって思いながら見てますかって楽しんでくれてるんだ、面白いよね、うんでも最近のアンケート間違えたって思ったのはあのそのこそなんかアンするかしないかみたいになったら、うん、でされるされたいかしたいか、うんうん、でされたいって答えできるされたいって答えできる、私もされたいって答えたい、うん、その嫌だから、うん、その自分がしてあげるのが、うん、なんか使われてる感じがして嫌だなと思ってそっちにしたけどやっぱ変わったわ。え、変わったの？うん、今はもうする方がいいなねえ、なんか自分のコントロールしてる感じなんか自分が言ってることと変わってんじゃん自分が主導権みたいな。あ、なるほどね、うんうん、でもあれはめっちゃさ、話し合ったよね、うん、話し合った。あの、あとなんだっけ、腕を組むか、手を組むか、あそれに関してはもう結構結構考えた、考えた。あ、しかもなんか実験したよね、実践した。どっちがこっちの方が近いよね。そう、ゆうなが多分腕組む派。いや違う、最初私は手つなぐ方、え、違う、腕組む方がいいみたいな。そうで、飲んでって聞いたら、うん、え、距離近いじゃん、そうそうそう、くっつけるじゃん。そう、あ、なるほど、そういう理由か、うん、私は手つなぐ派だったよ。そうそうそう、で、その理由がお互い同等な感じがするから、うん、手がこうやってくっつくだけだと、うん、こう自分だけが好きみたいなって思っちゃうから、うん、同等な立場がいいから、うん、手つなぐ方が好きって言ったら、で、ユーナと実践したら、あ、意外と手つなぐのもくっつけるえ、だから結局、組んでからつなげばいいじゃんそれが一番いいよね、ダブルだね、みたいになって、うん、真剣にやってる、私たちはもっと結構真面目に考えて、うん、やってるんで、ちゃんとね、お試ししてやってるよこんなに平均のアンケートに結構真面目に ね取り組んでるんですよ。そうそう、いないよね、うん、うちはでもさあんまなんかクマちゃんとか結構さ少女漫画とかさ、うんうん、だから妄想とかもさしやすいのか、うん、まあ、理想とかもあると思うけどうちはないじゃん、うんうん、だから番組では発揮されないよね。そうなんだよ、ね、全然あの発言できない。そう、あ、そういうのもあるんだユーナとかと番組で水族館そしたらすごいなんか中学生みたいな、そう
結構なんか真剣になんか考えるんですけど、うん、誰もこれ届かないからこの気持ちは、うん、そのプロデューサーに、うん、ね見せてあげる今度実践してみて、うん、いいじゃん。うちらがどうやってアンケート考えてるかさ、うん、特集してもらう、うん、めっちゃ時間の無駄誰も求めてないそんなとこアンケート回答するっていう企画、うん、いいじゃん。よかった。でもさ、ここに来てるみんなにさ、うん、ちゃんとね、真実が言えるからね、伝わって、うちらがやる気あることが、うん、めっちゃ喉乾く見たいってみんな今それ、うん、やっぱゆうなわちゃんの有料コンテンツやった方がいいよねみんな。そこでね、うん、動画流そう。え、人入るかなしかもさ、さらっと有料コンテンツって言って有料コンテンツですよ優しくない、無料じゃないんだ。無料では見せられない有料じゃないですか、やっぱ。え、じゃあちょ、いくらぐらいにします今さ、SKE のさ、公式の会員のやつってさ、モバイルはいくらなんだよね。300円だっけ ?600 円だっけ。モバイル、あれ、なんか違うんだっけ。ファミリーとかなんかいろいろ、ファミリーはもうちょっとちゃんとあれじゃない、ちゃんとするんじゃない。メールとかだったら、あ、そっか、モバメが300円だって。モバメが300円だもんね。モバメで、でもさ、3人ぐらいまで取れたよね、モバメって。全然取ろうと思えば何人でも受けるんじゃない。え、300円で、うん。え、上限なかったっけ。え、上限あるの。ないんじゃない。あれ何人、あれ何人、3人、え、なかった。いや、絶対いっぱい取ってる人いる。あ、1人の料金300円だった、うん、あ、ってこと、あ、そうか、だから300円払えば何人でもってことか。お、1人300円ってことか。ねえ、なるほどね。有料会員向けだったら全然え、今入ってる SE の有料に払ってる人に見せるんであって、新たに有料のコンテンツだけでお金取るってこと。そうそうそう、やべえなやべえよそれは。え、いや全然モバイルとかでもいいんですけど、うん、結構だってなんか私たちのファンじゃない人たちにさ、うん、そういう一面が見られてさ、うん、すごいなんか、うん、拡散されたら恥ずかしいし。え、どういう感情やりたいのにやりたくないみたいな。だからもう本当にもう内内のよ。あ、内内の本当にユーナーが好きな人だけに見てほしいってこと。あ、例えばさ、別に何に、じゃあさ、そのコンテンツを100円にします、うん、で、撮ってくれる人が5人です、うん、500円じゃん、うん、でもさ、500円にして、うん、じゃ取ってくれるのが1人ですってなったらさ、うん、何言ったことない、うん、おいしいケーキ、おいしい、よかった、うん、嬉しい、ね、でもどんなことをね配信すればいいかちょっと困っちゃう。まずはでもっと日常とかでいいんじゃない。もううちらが日常話してるようなこと、握手会の裏側とか、うん、なんか自分たちでも覚えてないじゃん、どんなこと喋ってるか。 Vlog 的な、うん、密着、密着、何もこの日はこんなことを喋ってたの裏側で誰得だからうちらのファン得、うん、本当にマニア向けのね、マニア向け、本当見たい人だけどうぞ、うん、たまにそういうちゃんとした企画の動画を撮るとこれも割と日常だよって、この配信も無料だ、もうダメだダメだ、見せちゃってる、無料だ、ダメだ、無料だ、無料で見せてしまってる、パワー代は稼いだけどダメだ。今日は無料配信ですよ、皆さん、うん、うん、今日はって言ってもやることある、あの、やる前提のお話
ダメなんよ、うん、やる流れになってて、うん、でもさ、ドッキリやりたい。ドッキリ、うん、めっちゃ仕掛けてみたい。私絶対すぐ信じちゃう。え、絶対信じる。多分私が、うん、言うのさ最近良くないよ。もう分かりやすくしょんぼりしちゃう。私も多分ドッキリしてるのに、え、あの、うん、言うの本当に、うん、最近ね、あのお片付けとかさ、レッスン場汚くして帰ったり、髪の毛この間も散ったし、ちょっとなんか言葉遣いがちょっとなんかね、心配になっちゃうような言葉遣い使ったりとか、ほんと良くないと思うよ。じゃあ10年目になって浮かれてきてるんじゃないの、ね、ごめんね。ごめん、こっちがごめんね。ごめんごめん、傷ついて許してくれる。え、あ、なんだ、あ、え、チョコレート食べる。ユウナにできるドッキリは、ユウナにできるドッキリ、うん、今日とりあえずね、今日、うん、あるものを見切り発車やめてよ、もう何も考えてなくてしまう。ユウナにできるドッキリでしょ、うん、ちょっとこっち向いててもらっていいですか。怖い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 。ドッキリでしょ。絶対だよ、こっち見たらダメだよ。何、うん、絶対ダメだからね。何、怖い。ゆうなちゃん、ねえ、10周年いつもありがとう。嬉しい、本当に。かわいい。ありがとう。え、私何も持ってきてないよ、あのちゃん。でも、ありがとう。時間遅すぎてこれしか余裕なかった、嬉しい、忙しいのに。全然、優しい。ありがとう。後日は大きなケーキを差し上げます。大きな抹茶ケーキを。いいですか、本当に、はい、やっと倍になって帰ってきた。倍にして返します、ケーキを。ありがとう。ピンクと黄色、かわいい。ありがとう。嬉しい。サプライズすぎる。え、その流れがしたくて話してた。え、全然、だすごいね。たまたま、お、今いけるわと思って。何、たまたまなんか話の流れになった。ありがとう、よかった、10年頑張って。よかったです、ありがとう。これからよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとう。嬉しい、よかった。そうね、ということです。ありがとう。全然、でもなんかちょっとあんま用意できなかった、申し訳ない。なんでよ、嬉しい。ないよね、メンバーがさ、メンバーに花って思う。うん、しかもこんななんか、なんていうの、だって自分で用意してくれてさ、うん、ね、嬉しい。感謝の気持ち、ありがとう。急にね、雑談から10周年になったの、ちゃんと。よかった、思い出したじゃん。うん、ね、うちは10周年やってるじゃん。ケーキ食べに来たわけじゃないの。今日なんかおしゃべりしに来たんじゃないの。いつもさ、え、隣のさ、何の配信だっけ、あれ、SK の周年だっけ。いや、あれですよ、ね、SK の周年だよ、うん、もうさ、カフェみたいな感じだったよね。いや、普通にカメラとか忘れて普通に喋っちゃうっすね。うちらが集まるとカフェになっちゃう、どこでも食べちゃう。嬉しい、ありがとう。いや、よかった。今なおちゃんね、忙しいからちょっと落ち着いたよね、うん、え、ね、なんかどっかね、か最近さ、うん、あのガチャガチャ流行ってるの知ってる、遠出できるガチャ、うん、なんか、え、いくらだっけな、あれ1万円でしたっけ、知ってますか、あれ、みんなニュース見てないの。流行ってる、本当に。え、いや、知らないんですよ。なんかさ、旅行できるの、ガチャガチャで旅行の行き先を決めるのよ。1万円か、5000円、なんかわかんないんだけど、1万円かな。
5000円、5000円だって。なんか いろいろあるのかな、じゃあ、うん、なんかそういうのガチャガチャ1回5000円とかのやつをガチャガチャって、そしたらなんか行ける場所が書いてあるのよ。でそのガチャガチャで決めんの、行ける場所、うん、すごくない？すごい。だから2人がでも違う場所が出たら一緒に行けない。結構あれじゃない？え、私なんか大阪なんだけど。え、私北海道。名古屋だったら北海道のやつ。あ、場所によって。あ、そうなんだ。でも遠出したいな。ね、何がいいんだろうね。遠出したい。じゃあ、あんま遠出することない。いや、なんか約束してさ、出かけることないじゃん。ないなんか、急にね、仕事終わりに行くとか。うん、お互いが落ち着いたら。そうそう。でもこの間って言っても結構前だけど、優奈に栄の町を案内してもらった記憶。いや本当ね、知らなさすぎなんだよ。分かんなかった。なんか案内じゃないもん、全然。あんな、みんなが知ってる道を歩いただけ。嘘。すごかったよ、うん。何でも知ってたもんね。私がさ、タオル欲しいって言ったら、あそこに売ってるみたいな。タオルは雑貨屋みたいな。わかるでしょみたいな。こんなとこにあんのっつって。買った。ついてきてもらったよね。そうそうそう。あ、二人で旅行配信を有料でお願いしますって。やっぱ始めちゃいますか。あ、それでさ、動画によってお金決めるの。あの、例えば旅行でじゃないか、2人がなんかいい感じの動画撮れましたってなったら、まあ、例えば500円。あ、でもこの動画が見たかったってこと。そう、でも雑談は200円とか。ああ、なるほどね。優しい、優しいコンテンツ。そう、優しいのか。ちょっと優しくない。インスタのいいねで10円とかの企画見たわ。何それ、インスタのいいね1いいね10円ってことってこと。いや、そんな どういう意味なんだろう。でもこっちが全部なんだけど、みんな買っちゃって。確かに、そしたら一律の方がいい。でもさ、高いの、例えばだけどさ、2000円とかのがあったとするじゃん、うん、まあ、絶対ないけど。そしたらさ、どんなもの。いや、本当だよ。この前普通におしゃべりの動画は200円ですか。そうなの、これ動画もしかして水着のお嬢さん。ちょうど写真集発売の時期にさ、2000円が上がったらさ、ね、でうちらが匂わせさ、もうあんなオフショットあげると思わなかったみたいなやつやったら、もうみんなもみんな買っちゃう、入金入金。怖いな、うん。あれ、います？あ、確かに。え、もうそんな時間？え、今9時51分だよ。あ、結構やってるね。
あの、かぶっちゃったみたいな、それ分取る。でも結構ほんと打ち合わせなしで、うん、もう集合場所行ったら、え、じらしてるよ。うん、じらしてる。あ、じらしてる。うん、意識的に。いや、なんか、みんながすごい、何があんのかなって。でもちょっとなんか、じらせばじらすほど、うん、いや、そんなことかよってなんないかな。あー。で、ちょっと、思って、そうやって思っうのが悪い。あー、なるほど。ってことでいい？うん。そういうことにした。すんまへん。すんまへん、すんまへん。よく言われる、私服交換 してほしいみたいな。いや、私は全然いいよ。でももう嫌でしょ。うん、あのユーナの服の中の低いものだったらいい。この難易度が低い難易度が低いものだったらいい。難しいな。ワンピースしかだって持ってないし。かわいいの基本ね。かわいい感じの難易度が低い。難易度が低い。多分ユーナが着てるっていうイメージがありすぎて、うん、多分おっ、うん、いやでも、ね、いけるよ。もしないけどな。じゃあいい思い出の写真あったね、これも。いや、でも急になんかなおちゃんがこれやばくないこれ懐かしくないって言って、なんかすっごいすっごい昔の写真を送ってきて、二人でさしゃがんでさ、ヤンキー座りみたいな感じで座ってさ、こういうポーズ撮ったよ。あれ先輩に指示されたんだよね、やってって。その時ね、懐かしいね。じゃあ一緒に写真撮ってたっけ、ちゃんと。うん、二等辺三角形もしてんの？マジ？天才やん。おお、すごい。おお、本当や。私ショーのユーナがケーキ食べてるから。さっきじゃん、さっきの。本当だ。私のは二等辺三角形、なおちゃんのケーキは正三角形。天才じゃん。ユーナ先生になれるよ。学校の先生になるかな。うん、これあれできる？計算できる人？面積答えよみたいなやつ。なんだっけ、底辺かける高さ割る2。すごいやん、できちゃう。神やん。そうだよ、できる。え、数学いつもどんぐらいだった点数？どんぐらいだった？でもあれとかできなかった。証明とか一回もできたこと。証明、絶対知らないです。証明でしょ。証明せよって最後になんか偉そうに書いてあるやつ。これを証明せよみたいな。あれをかけたこと、うん、もう自分でやるからな。なんだよ、証明。私数学にさ、英語が入ってきた時戸惑った。どうやって？ X とかさ。英語ってそこ？え、入ってきたよね、X。入ってきたけど、もっとなんか難しい感じかと思った。X は確かに入ってきたでしょ、うん。
X2乗とか、そう、Y とかさ、なんですごく英語が入っちゃうんだろうと思って変わってくるよね、あれね、また、うん、もう忘れちゃった。数学の勉強したのにどこで止まってる？いやだからもうほんと割り算とかできるよ。できるよ割り算。あれはここに書いてさ、数字書いて、この横に左にかける書いて、ここにまた数字書いて、棒引いて。いいですか、うん、キッサンのこと言ってる。国語は、まあ、負けたかもしれ
漢字得意だもんね、だって漢字ね、でもやっぱ最近携帯しか使わないから、あー確かにニュアンスでしか覚えてないね、わかる。僕はちょっとどっこいどっこいかもしれない、もしかしたら社会は、社会ね、社会はなんかここのテスト範囲、次やるテスト範囲ここですよって言われて、別にテスト勉強してきてもいいですよって言われたら多分勝てる気がする。いやでも暗記でしょ、だってうん、多分私の暗記よ。ごもっとも暗記だったらそうだった、今ある知識でって言われたら分からないけど、もう暗記でって言われたら私の勝ちだ。確かにちょっと勝負仕掛ける人間違えてた、うん、ちょっとどやっちゃった。そうそうそう、うん、そんなテスト範囲教えてくれるんだったらもう全然。確かに、でも今いい国作ろうじゃないからね。何国じゃない、国じゃない、うん、うん、それは知らない変わったらしい、変わったの、なんかの年号、なんかに変わったの、うん、いい国作ろうじゃない、いい、なんだっけ、いい箱、いい箱だって、いい箱、1185年になってんだって。なんかもう違うんだよ、じゃあね、なんでさ、そういうことが起こるんだろう、あれじゃない、哲学者じゃないな、研究者の人たちがすっごい頑張って調べて、あ、実はそうそう違ったんじゃないか。え、じゃあもうめちゃくちゃさ遠いさ未来にさ、うん、え、なんかご期待のなんか10周年って、うん、実はなんか2021年でないらしいよ、うん、そうそうそう、そういうこと、本当は2030年らしいよ。やばいよね、なってるかもしれない、それってなんか書き換えられていくんだね、嫌だ、だからその歴史を残すために有料コンテンツを、結果そこに行き着くの、うん、やっぱ未来のためにね、うん、やってた方がいいかも、ユーナの言う通りかもしれない、うんうん、そうか、怖いね、そう考えるとね、怖いね、でもちょっとタイムマシン乗ってみたい、未来に行くの、過去に行くの、あ、出た、これまた、え、これまた話したよ、話した、未来に行くか過去に行くかどっちにするみたいな、で、私があの力説した、なんだっけ、え、過去だよ、なんで、自分が忘れちゃった昔のことを記憶っていうか記憶にない昔を、うん、見たいって言ったんだ、で私もそれに感銘を受けて、私もここに住んで、私も家族が自分が赤ちゃんの時に何をしてくれたか見たいって言って書いたわ、うん、そうだ、本当にその答えがね今までで一番しっくりきたわ、そう最初未来派だったんだ私の時そうなの、タイムマシンあるなら両方行けばよくないのって間違いない無理無理、確かに気づいたらどこがいいから行けないさ、無理、確かに確かに、これがアンケートだったらそんなよ、だってさ、その質問が確かにおかしいよね、タイムマシンあったらどっちも行けばいいもんね、確かに、だからタイムマシンで過去か未来どっちかにかしか行けないって言われたら、うん、え、そう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 、あれだけど、タイムマシンで行くならって答えられたらどっちもって言われる、いや確かに、え、そんなこと考えたこともなかったの今まで、すごいね、やっぱ違うわ、でも多分それアンケートに出したら、あ、ちょっとひねくれてるわかったと思われるよちょっと純粋に素直じゃないな、確かに、え、面白い、これからそうやってやるか、うん、タイムマシンがあるならどっちにでも行きたいですって書くわ、これ大体のさ、二択のやつさ、どっちもって書けちゃうね、まあ確かに、それを言い始めたらね、気になるね、面白い、え、過去に行くと未来変わっちゃうらしいよ、でも別に過去を変えたいわけじゃないもん、ああ確かに、見たいだけだもん、見たいだけ、こういうのが出てくるから、うん、アンケートって困るね、やっぱりね、面白いな、うん、確かにドラえもんがいたらいいと思う、何が欲しいドラえもんの、え、私提案したよね、なんかさ、自分で究極の二択作るみたいなやつで、なんつうのすごい迷ってて、いやだから、分かったから、なんかもしなれ生まれ変わるなら、アンパンマンかドラえもんの道がいいってどうって言ったら、却下された
って言ったよ。みんなドラえもん選ぶやろ。言ったわ。アンパンマンは、うん、でもアンパンマンの方が幅広い層からの、うん、あの支持はあると思う。え、アンパンマンって支持されたいがためにアンパンマンやってるの？違う違うけど、やっぱ知名度、知名度。あ、ち、え、いやいやいや、ドラえもん世界的よ。いやでもだって一番最初に多分見るアニメってアンパンマンじゃない？家庭じゃない？いや、アンパンマンだね。アンパンマンで育った？アンパンマンで育ったでしょ。アンパンマンで育ってない人いないよ、多分。アンパンマン？うん、そうだった。アンパンマン見てたと思う。ドラえもんだ。え、そんなのいきなりアニメ始めドラえもんだった。アニメ始め、うん、ガンコちゃんだった独特独特の始まりイケイケガンコちゃんだったの。え、でもそこら辺見ない？ガンコちゃん見てた。見てやろ。何、子供の時って何見てない？なんなら今も見てる。ニンタマル、あのラインでしょ。そう、あ、 NHK のあそこのラインだよね、うん、今、あれお料理戦隊とかさ、あ、料理見てた、毎日あそこ。そうそうそう、その後とかも見てた。あ、テンテレ。テンテレだ。テンテレ、テンテレ懐かしい、うん、そこらへんにやってた。 NHK ではすごいない。面白いね、うん、え、あのさ、カタツムリのさ、うん、家のやつ見てた、アニメ朝やってるさ、カタツムリの甲羅が家のやつ。しずくちゃん。カタツムリって言ったじゃん。何？なかなかそんなおらんかった、しずくちゃんの中で。ねえ。カタツムリ家に全然違う。え？カタツムリ。いや、カタツムリの甲羅が家なの。え？あるよ絶対それも。ちょっと調べていい？いいよ。しずくちゃんも見てたよ私。あ、見てた。歌える？ブル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 しずくちゃん。カタツムリ、何、家、家、カタツムリ、家、クレイアニメ、これ NHK で出てる。ほら、これ知らない。あ、知ってるけどさ、そんなに。え、これだったら羊のショーンとかの方がいいんじゃない？あ、羊のショーン見てた。お猿のジョージとか。お猿のジョージ大好きだった。今も平和にやってる。黄色のおじさん。あ、そうそう、黄色のおじさんの。いいわ、いや、心が温かくて。デコボコフレンズは見てた。デコボコ、おでんくん見てた。おでんくん見てた。デコボコフレンズ見てたわ。デコボコフレンズ、ああいうのが楽しいよな、やっぱちっちゃい時って。結局な、ああいう単純なやつがいいのよ。面白いね。今の子って何見てんだろうね。何見てるの？なんなんだね今のさ。昔ってさ、朝さ、すっごいアニメやったじゃん。ピチピチピッチとかさ。ピチピチピッチ見てない。え、うん、でも知ってるよ、名前は知ってるから知ってる。え、何曜日？知らん。曜日覚えてるタイプ。じゃあなんか、あるじゃん、プリキュアだったら日曜日だなみたいな。あー、まあね。え、あ、日曜日に見るタイプだな。いや、アニメ分かんない。朝とか見てたけど、学校行く前の時間にやってたの、ピチピチピッチが。え、どうだったんだろう。え、でもなんかちっちゃい時ってそれで、ユーナとそこはやっぱ違うのかな。で、ユーナ何見てたんだろうね、その朝。朝おはスタ。おはスタ見て。おはスタ見た。見てた、毎日見て。おはスタバトンとかやって。あー、バトン、いや、同じなんだね。バトンあった、私も。何見てたかな、何見てたかな、朝って。月曜日はしまじろうだなとかで。あー、はい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 。今も変わらないのってワンピースとかなのかな。ワンピースってやってるもんね。やってる。なんの。ピタゴラスイッチね。あ、あれね。花カッパ見てたよ。花カッパ見てた。ってか今もやってるね。花カッパってでも夕方じゃない？うん、夕方。花咲き。ね、すごいな、変わらずかずっと言ってんのすごいな、花子とか。すごいよね。うん、ガリゾーン。今、おしり探偵やってるよ、知ってる？ね、見たことない。嘘、見たことない。本当に、うん、おならで退治するの？
ね、すごい平和な、うんうんうん、みんな色々撮ってる。あ、メジャーとか懐かしいわ。見てない、見て、夕方だったけど。もはや10周年を振り返ってない。それ以上に遡ってるうちらの幼少期の幼少期の思い出あ、10周年は、ちょっと10年振り返らず、うちらのちっちゃい時の思い出話しちゃったわ。ダメじゃん。15周年振り返って15周年振り返っちゃった。あ、むしろ平和だなって。あ、イメージね。イメージ知ってる？知らない。知らない。うん、知らない。アニメ？うん、知らない。え、知らない。犬夜叉っていう題名自体も知らない。え、知ってるよ、題名聞いたことは。でも見たことないってこと？うん、マジか。プリキュアを見てた。もうあの、2人はプリキュア。あ、歌えるもん。プリキュア、プリキュア。どっち派だった？え、白だったけど、途中から来たあの真ん中のマックスハーだよピンクのやつが好きだった。え、黄色だったじゃん。黄色じゃなかった？髪の毛は黄色だけど、服はピンク。あ、よく覚えてない。マックスハートでしょ。あの、じゃあもう、あれか、あれ二人はプリキュア初代でしょ、うん、で、その後マックスハート増えて、二人はプリキュアマックスハートみたいな、なんか、うん、それがもう一番だ。それしかないけど、5人のやつとかも覚えてるけど。あー、今なんかさ、宇宙とかだよね、なんかあの、規模がでかい。そうなんだ。あれなんか、いや、なんですかほら、どうぞ発表しましょう。だってそれ発表したらもう終わるじゃん多分ね、うん、終わるよって思って終わるよって、もういいんだよ多分ね、もういいよって。だから発表してくださいって。好きなアニメ振り返るの、うん、違うんだよ、10周年の配信なんだからって。そういうのは他のショールームでやってって、うん、でもこっからまた広がるかもね、話いいの広げてですね、大丈夫ですか？そうですね、こっからなんか多分みんなすごいコメントとかしたいよね。あ、そうだ、あ、優しい。あと少しで1万だって。みんな1万まで行こうって言ってくれてるからさ。じゃあ発表しますか？お願いします、発表よさん。はい、ということで、はい、ここで私たちから大事なお知らせがあります。本日11月26日に、はい、1周年を無事に迎えることができたんですが、はい、やったイエーイ、やったー、10周年を迎えたんですが、ちょっと今日はねこういう配信だけになっちゃいましたけど、はい、来年のもうその時点で笑えるちょっといろいろありまして、はい、いろいろこういう形になってしまったんですけど、来年の、はい、2月に、え、2月ですか？はい、2月です。待ってください、ちょっと、多分、まあ違うよな、うん、2月に、はい、2月に、うん、SKU48 劇場に、あっ、あれ2月ですよね。はい、5期生の、はいはいはい、10周年、はい、記念、はい、特別イベントします。遅くねそれはもう本当に申し訳ないです、うん、本当は今日下がったですけど、まあいろいろ、まあいろいろして忙しいんでね、今ちょっと、はい、やっぱお互いちゃんと10周年に向き合える期間が必要だということになりまして、そうよ、来年の2月、はい、1月ではないです、2月です。ここ大事だよね、一旦1月挟んで、2022年どんな感じで進行していくかを見極めて、あ、2022年の空気感こういう感じや、そうそう、一回ちょっと空気感をそうちょっと感じて、感じて2月にやります。そう、大事。え、はい、ちなみに日付決まってます？え、日付はちょっとなんか決まりそうだけど、はい、ちょっとまだ変わるかもしれないです、うん、マジですか？今日はちょっとすいません、あ、結構大雑把ですね。え、私これって聞いたよ。え、そうなの？え、これにやりたい。全然聞いてないけど、私2月、これにできたら、うんうん、
違うかもしれないんでね。できないかもしれないんで、その日に。まあ中間らへんですね。まあ真ん中ぐらい。真ん中ぐらい。無理だったらあの前後するかもしれないけど、真ん中の前後はだいたいさ、もう一応今真ん中ってことにしとくけど、うん、前後するかもしれない。まあ前後するかもしれない。なんか2月で、そうですね、2月ということで2月です。はい、大事。ということで皆さん、2月楽しみにしててください。バレンタインなんだ、2月。バレンタインか2月バレンタインだ、バレンタインだ、2月14日。あ、そうなんだ、うん、まあ、2月14日じゃないとしてもバレンタイン近いんだね。バレンタインか。あ、あれある、バレンタインの歌あったよね。何あれ、リコあれ、チョコの奴隷、そう、チョコの奴隷とあの愛の行方も、あれバレンタインの曲。エキムキ、エキムキ、何やる曲、どんなのが見たいですか。どんなのが見たいですかって聞いたらもうさ、うん、何が来るんだろう。何が見たいんだろうね。でも10周年ですから。あ、そう、もう忘れちゃいけないのが、一応2月なんですけど、10周年っぽい。10周年っぽい、まあ、うちらのさ、ほら、うん、頑張ってきた曲をやりたい、ね、やりたい、それはやりたいね、うん、でもさ、おしめしめっちゃ多いけどさ、やっぱ来るなと思ったけどさ、まあ、ディスタンス中じゃん、今も。うちはやっぱ公演だよね、まだ、うん、手とか握ってないよね、うん、どうするって、もしよしみしなった時にさ、うん、新しいディスタンスバージョンを考えなきゃいけないじゃん。そうですね。なんかおしめしってなんか触れ合ってこそのみたいな感じとかあるじゃん、うん、どうするの、どうする、どうする、もういいよってなんない、その頃に。あ、そういうこと。確かになってたらいいよね、うん、それか何がある、でもなんか手袋をしてたらオッケーですよね。あったよね。持ったよね。公演じゃコンサートとか、うん、とかでも手袋をしてたら、うん、触ってオッケーみたいな。うちは全身タイツじゃん。私もお互いだけどボー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 ってでさ、ここさ、なんか息吸う酸素さ、それからズボーンズボーンって言いながらさ、うん、すごいやってるかもしれないよね。やってるかも。うん、面白いですね、それもなかなか、うん、ちょ顔の表情は見えないけど、そ、まあ、触れ合いは、触れ合いはできるからね。だからどっち取るかだよね、うん、そうだね、触れ合いを取るか、うん、顔を取るか、取るか、うん、でみんなどっちがいいかっていう、どっちがいいか、うん、これ大事だよってまあ楽しみです。楽しみ、楽しみにしててください。2月にはやります。予定は見て、うん、でも2月っていうのは言っていいよって言ってたから、2月にやるってことだと思う。分かった、うん、その気持ちでいこう、うん、うん、だからうちらが落ち着いて遠出できるのは2月以降かもしれない、うん、そうだね、確かに、ね、そしたら嫌な誕生日くんね、3月。確かに、あっという間、あっという間だね。もうじゃん、うん、何歳になった、 20? ごめん、もう気持ちが今なんか言っちゃった。生誕祭始まったかと思った、今ちょうど花守って、今日は本当にあの素敵な生誕祭を開いてくださってありがとうございます。あ、1万人突破したって、おめでとう、ありがとうございます、ありがとう、みんな内容はこれからです、全然まだね、その前にソロライブもあるし、そんなもん、そうなんですよ、ユーナはね、終わってね、終わったよ、お疲れ様でしたよ、本当に無事に風船を飛ばして、風船っていうかシャボン玉え、そう、言ったもんね、事前にナオちゃんにシャボン玉するんだなって、めっちゃびっくりした、え、シャボン玉ってこと、でもさ、写真見たらめっちゃ綺麗やった超綺麗だった、いいよ、演出に困ったらシャボン玉やって、オッケーオッケー、え、残ってる、あの機械、あれなんかね、プレゼントするらしい、え、ファンクラブで、私もあれ欲しかったんだけど、うん、あげるの、また使えるのにね、本当やな、まあいっか、でももらった人はめっちゃ嬉しいね、うん、だってライブで握ったシャボン玉だよ、あげるのって超いいじゃん、
私も舞台に上げたもん、なんかそうだよ、どうしよう、そういう道具ないな。なんか作るか今から上げれるような道具。そう、プレゼントにね、うん、なったんだ。何にもないわけやもん。爪とか剥がすの。いや、私も舞台上なおちゃんの爪です。いりませんか、ジップロックとかいない。2月にやりますんで、はい、楽しみにしててください。頑張ります。頑張ります。楽しみにしててください、ね、嬉しい。 やっとね、やっとできるね、2人でね。確かに、なかったよね。なかった今までさ。衝撃なこと言っていい？今10時23分喋りすぎ。びっくりしない？びっくりしたんだけど、意外と早いね。でもなんかさ、ほとんど内容覚えてないぐらいさ、うん、なんか10周年に関係ないことしか喋ってなかったよね。そうだよね。何の配信、多分見に来てる人本当に普通にショールームしてるだけだな。2人でずっと集まってなんかショールームしただけだもんね。そういう感じで寝ますか。うん、そうそうね、みんなももう寝る時間だしね。そっか、もう寝る時間だよね。そうだよ、多分みんな寝ないと本当に。ということでいいですよ、今日 MC なんで一応。あ、台本読まないで。うん、良きところでそろそろ時間ですかね。良きところでは読まなかったと思う。良きところでは、そうだね、カッコ。カッコですから。あ、ここはあの、うん、自分のタイミングでっていう。そう、慣れてないもんで全部読む。もう書いてあることは全部読んじゃう。そうなのよ、そろそろ時間ですかね。はい、皆さん改めまして、来年2月の特別イベント楽しみにしていてください。はい、これみんなだから。分かった、これ言ったら本当に終わっちゃうけど。どうするみんな。どうする、もうこれ最後一言言ったら終わるんだって。言う言わない、なんか投票とか言わない。世界って無駄な無駄な使い方。いい感じに、ごめん。